おむすびコロリン。昔昔、正直で働き者のおじいさんとおばあさんがおりました。それじゃあばあさん、今日も行ってくるよ。気をつけて行ってきなせ。ほれ、おにぎり、お昼のおにぎりを持って行ってください。その日もおじいさんは山へ芝刈りに行くので、おばあさんにおにぎりを握ってもらいました。さーて、今日も仕事に精を出すかの。おじいさんは時の流れも忘れ、一生懸命働きました。とても仕事好きのおじいさんなのです。気がつくと太陽はすっかり真上に昇っています。お昼です。そろそろ昼にするか。ばあさんの作ってくれた握り飯はうまいからの。おじいさんがおにぎりを取り出そうとしたその時、スルッと手が滑ってしまい、ああ、おにぎりはコロリンコロリンと転がっていきます。待て待て、慌てて追いかけるおじいさん。おにぎりはコロリンコロリンと転がり、コロリンコロリンと転がり、地面に開いた穴の中にストーンと飛び込んでしまいます。困ったの、せっかくばあさんが握ってくれたのに。おじいさんが穴の中を覗き込むと、中はずいぶん広く、斜めにどこまでも穴が伸びています。夢中になって覗き込むおじいさん、その時、あれ、足を踏み外し、うわあ、おじいさんは長い穴をズザーッと滑り落ちていきました。気がつくと周りがずいぶん明るいです。はっと見ると立派なお屋敷があり、うぐいすが鳴き、梅、桃、桜が季節かまわず咲き乱れております。大変めでたく華やかな感じです。するとお屋敷の中から白いネズミが出てきて、おじいさんに言います。おじいさん、どうぞ中へ。おじいさんは立派な座敷に通されます。そこへお父さんネズミが出てきて、丁寧にお礼を言います。この度はおいしいおにぎりをありがとうございました。え、お昼のお弁当だったんですか。それは悪いことをしましたね。いやいや、こんなに喜んでくれてわしも嬉しいです。むしろ全部食べてほしい。食べてください。おじいさんは景気よく残りのおにぎりを並べます。ネズミたちはチューチューと大喜び。一家そろっておじいさんにお礼を言います。赤ちゃんネズミはおじいさんの頭に駆け上がって、ぴょんぴょんと飛び跳ねました。こんなによくしてもらって感謝の言葉もありません。お礼に餅つき踊りを楽しんでいってください。ネズミの餅つきなんて聞いたことありません。おじいさんがワクワクして待っていると、たくさんの石臼が運び込まれ、たすきを巻いた若いネズミたちがずらっと並び、ぺったんぺったん餅つきが始まります。ぺったんぺったんネズミの餅つき、猫が来なけりゃ千年万年。歌が始まり、料理やお酒が並べられます。ネズミの餅つきは実にうまいもので、一匹が餅をこねると、一匹がきねを振り下ろし、ぺったん、一匹が餅をこねると、一匹がきねを振り下ろし、またぺったん。それに合わせて、ぺったんぺったんネズミの餅つき、猫が来なけりゃ千年万年と歌うのですから、その可愛さ、面白さはたまりません。おじいさんも思わず、ぺったんぺったんネズミの餅つき、猫が来なけりゃ千年万年と一緒になって歌い出し、宴会は大変盛り上がりました。いやー、楽しかった。
本当にいい時間が過ごせました。ご満足いただけましたか？よかった。ではお土産を持って行ってください。ええ、こんなにしていただいた上にお土産までいいんですか？どうぞどうぞ、そんな遠慮なんてしないで。そう言ってネズミたちはつづらをくれました。ずっしりと重いです。いかにもいいものが入っている感じで、担いでいるだけでワクワクします。では私の尻尾をつかんでください。え、あ、こうですか？あ、おじいさんが言われるままネズミの尻尾をつかむと、スーッと穴を通り抜け地上に戻り、見ると自分の家の真ん前でした。おじいさんはおばあさんに訳を話します。つづらを開くと大判小判がザクザクと出てきました。ありがたいこっちゃ、ありがたいこっちゃ。こうしておじいさんとおばあさんはネズミがくれた大判小判のおかげで何不自由ない暮らしができるようになりました。そんなある日、隣に住む意地悪でひねくれ者のおばあさんが訪ねてきます。もし火種を貸してほしいんじゃがの、貧乏人同士助け合わないといけませんがな、困った時はお互い様と言いますからな。はいはい、何ですか？おい、意地悪でひねくれ者のおばあさんはびっくりします。おばあさんもおじいさんも高そうな着物を着て、肌もツヤツヤしているのです。自分たちと同じ貧乏暮らしだったのに、ひょいっと肩越しに家の中を覗くと、おいしそうなごちそうが並んでいます。これはどうしたことです？正直で働き者のおじいさんは意地悪でひねくれ者のおばあさんに訳を話します。ネズミの穴に招かれて、おいしい料理やネズミの餅つき、その上お土産まで持たせてくれたんです。いやー、生き物は大切にすべきですね。大変！意地悪でひねくれ者のおばあさんは最後まで聞かず、家に飛んで帰り、おじいさんに聞いたことを話します。このおじいさんも意地悪でひねくれ者で怠け者で、もうどうしようもないおじいさんでした。なに？ネズミのお土産、それはいい、わしも真似しよう。そうですとも、私たちもようやく貧乏暮らしとおさらばできるんです。ばあさん、今すぐおにぎりを握るんだ。うんとでかいのをこうぎゅうぎゅうに握り固めてな。おにぎりはあまり握り固めるとうまみがなくなりますが、そんなことはお構いなく、ぎゅうぎゅうに握り固めて、意地悪でひねくれ者のおじいさんはおにぎりを持って山にすっ飛んでいきました。そして芝刈りをしました。もちろんおじいさんは仕事が大嫌いなので、形ばかりで真面目にやりません。昼頃になってお腹が空いてくると、ちょろろっとネズミの姿が見えました。しめた！ガッとネズミをひっ捕まえて、くらえ！ガボッとおにぎりを無理やりにネズミの口に押し込むと、嫌がって逃げようとするネズミをおじいさんは逃がさず、ガシッとネズミの尻尾を捕まえると、チューチューとネズミは走っていき、穴に入り、どこまでも穴の中を進み、ネズミの国にたどり着きました。ほうほう、ここがネズミの国か。立派なお屋敷ではウグイスが鳴き、梅、桃、桜が咲き乱れています。大変めでたく華やかな感じです。おや、見るとお父さんネズミ、お母さんネズミが子供のネズミ数匹をかくまうようにガタガタ震えています。おじいさんを怖がっている様子でした。何をしとるか、早く料理の用意。はい、酒、今すぐ餅つき運動やれ。やります。おじいさんはわががまま放題に命令します。実に偉そうな態度です。
ネズミたちは仕方なく餅つきを始めます。ぺったんぺったんネズミの餅つき、猫がこうなけりゃ千年万年。聞きながらおじいさんは思いました。猫がこうなけりゃ千年万年、こいつら猫が嫌いなのか。じゃあ猫の鳴き真似をしたらどうなるかな。パーッといなくなって、わしはその隙にお屋敷の宝をかっさらって大金持ちになれるぞ。よし。するとネズミたちは、キャー、猫、猫だ、猫いや。ピュン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 、あちらこちらに逃げ散ってしまい、おじいさんは広いお屋敷に一人残されました。大成功。そこでおじいさんは部屋敷中の宝という宝を集めてつづらに詰め込みます。これから始まる贅沢な暮らしが頭の中をよぎり、思わずにやけ顔になります。しかし、出口はこの辺りだったか。違うか、確かこの辺りに。あれ、なかったか。こっちかな。あ、ここも行き止まりか。参ったな。どこへ行っても出口がないじゃないか。出口を探してあちらへこちらへ地下をさまよっているうちに、とうとうおじいさんはモグラになってしまいました。今日もモグラのおじいさんは地下のどこかで出口を探して駆けずり回っていることでしょう。おしまい。毎週水曜夜8時から1時間、渚まなみのマンガランド朗読シアター。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが。皆さん改めましてこんばんは。この番組のメイン MC 渚まなみです。よろしくお願いします。そして、はい、アシスタントでマンガランド店員の北条和成です。よろしくお願いします。お願いします。この番組、渚まなみのマンガランド朗読シアター。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが。この番組は昔話の魅力を生かす伝統的で言語文化の研究をインターネットを使って広く伝えていく活動として、日本の代表的で懐かしい昔話民話の朗読やトークをする1時間の朗読番組なんです。この番組はインターネット漫画喫茶マンガランドイージーカフェ全店の配信網に、 TV ライブオンラインがユーストリームを使って全世界に向けて発信する参加型公開生放送となっております。こちらの公開収録の観覧には通常の入店料の他に1000円の番組観覧料がかかります。マンガランド北千住2号店へぜひ皆さん朗読を聞きに来てくださいね。お待ちしております。さあ、今日この時間は皆様からのチャットやコメントをどんどんお待ちしております。ぜひ昔話のご感想や、ぜひ皆さんこんな昔話知ってますとかリクエストありましたら、ぜひぜひ書き込みの方お待ちしております。よろしくお願いします。さあ、第2話はおむすびコロリン。ちょっとお腹が空きますね、この時間は、はい、お届けいたしました。さあ、補助さん、何でしたか、はい、おむすびコロリン。そうですね、僕が知ってるエンディングと違かったっていう。そう、私も違った。一般的なのはどんなでしたっけ。いいおじいさんの方と同じで、はい、まあ、つづらをいやいや渡されて持ち帰って、はい、で、まあ、あのひねくればあさんと一緒に開けてみたら、はいはい、お化けやらなんやらもう怖いものがどんどん出てくるみたいな。なんか聞いたことあるの、そのエンディング。なんか1週間、はい、2週間前ぐらいに同じようなくだりが数話前に同じ。逆にね、こっちは、同じエンディングではなく、はい、なんとおじさんもぐらになってしまったと。今日もあなたのうちの下にいるんではないかという感じでね。おや、あ、もぐらがね。これもやっぱりこう
欲深くなっちゃいけないよっていう話なんですかね。そうですね。まあなんて言ったらいいか、もじいさん偉そうですよね。よくないね。自分で言っててあれでしたけど。ねえ、ダメね。仕事するの嫌いで貧乏でしょうがないじゃないかそれはとか思ってしまいますけどね。でも人の生活が羨ましすぎて、 それを真似して、真似するにも仕事嫌いだからいろいろ省いた結果、やっぱ楽してこうお金を稼ごうとかダメですね。本当そうです。ちゃんと真面目に働かないといけないですね。皆さんどんなご感想持たれましたか？なんかその意地悪なじいさんおばあちゃんってどういう子供の時代だったんだろうっていうのを思っちゃうね。思っちゃう。どんな幼少期からこんな嫌なおじいさんおばあさんになっちゃったんだろうって思っちゃいますよね。怖いね。ねえ、ねえ、そうですよね。だって最初はね、もうみんな可愛い赤ちゃんで純粋なことして生まれてきたのに、なんでこんなね、世の中にもいろんな人は変な人いっぱいいますけど、そうですね、私そうなっちゃうんでしょうねっていう感じですね。どんな感想を持たれましたか？いや、そのおむすびが、うん、おむすび、どういうところにこう食事して、山の上でも食事して、はい、でしょうけど、こんな崖のところでやってるのかなと。どんなとこで食ってんだろう。すごい、そこまで転んでくんだなと。みんなこうおじいさんばあさん、嫌なおじいさんばあさんに視点を当てている中、いいおじいさんに視点を当てるというね、新しいですね。転がり、なんか不思議の国のアリスっぽいですね。あんなにスーって吸い込まれちゃって。そうですね、アリスもそんなお話でしたっけ。そうですね。だってネズミに招かれたぐらいだから、ネズミぐらいの大きさになったってことですよね。ちょっと現実的な話を言ってしまえば、またドラえもんのガリバートンネルが発動。ネズミの国って言ってましたよね。そう、ネズミの国ですよ。まあ現代にもね、ネズミの国というものは あった。実際にありましたね。おもてなしをするところ大きなお城もありますしね。あそこで餅つきをすればもう完璧ですね。ペッタンペッタン。どっか気になったところとかありますか？皆さん、おむすびコロリンってなんか歌が有名じゃないです？なんか私結構おむすびコロリンすってんコロリンみたいな、こう国語の教科書に載ってるような感じなのを覚えてますね。僕はおむすびコロリンすっとんとんでした。あ、すっとんとん？なんですっとんとんなんだろうって思いながら。すってんコロリンでした私。え、な、覚えてます？おむすびコロリン。おぐらいになるおちっていうのは初めてです。そうですよね。そう、もぐらもう出れなくて、もういろいろ駆け回ってたらもぐらになっちゃったんですね。なんかあまりない昔話のエンディングっていう感じですかね。そうですね、斬新だなと思いましたね。一人残されたおばあさんはどうするんでしょうかね。嫌なおばあさんね。いやでもなんだかんだでそのいいおじいさんおばあさんがちょっとずつ助けてみたいな、はい、そう、もう正直者だからおじいさん話しちゃうんだよね。なんでこうなったかみたいなので、まあそういうのもね、ひっくるめてすごいいいおじいさんなんですけど。ですね。でもこう人に感謝され、さっきの鶴の恩返しじゃないですけど、はい、逆にこう自分が人に感謝されたこととかってあったりされますか？なかなかちょっと言いづらいかもしれないですけど。昔アルバイトしてたお店で、はい、なんか財布をなくして電車賃がないのでって言って、はい、お金貸したことがありました。おまわりさんみたいなことしてますね。貸したんですか？はい、でも500円ぐらいでしたね。はい、それは返ってきたんですか？それと一緒にあとお菓子のお礼で、ね、あ、どうだろう。ちゃんと相手もいい方だったんですね。嫌なおばあさんじゃなかったんです。嫌なおばあさんじゃなかった。なんかありますか？でも私見たことはあって、はい、電車の前、あ、満員でもないか、電車であの
ギャルを、はい、ギャルをな人が座ってたんですよ。でその前におばあさんが、荷物いっぱい持ったおばあさんが来て、ああこれは譲るんだろうか譲らないんだろうかって見てたら、隣にいたおじいさんは、おじいさんじゃないか、おじさんはもう目をそらしてるんですよ。でもそのギャル男がスッと立ち上がって、どうぞみたいなあ、もう本当にこれ持ってないですよ、本当にこんな感じでどうぞみたいなやって、私はそれにも日本捨てたもんじゃないなって思いましたね。見た目で判断しちゃいけないって思いました。まあ、僕も似たような話だと見た、うんうんうん、見た上でちょっと笑っちゃったんですけど、うんうん、まあ、同じまあ電車で、でまあ高校生3人ぐらい座ってたんですけど、うんうんうん、まあ、そこにおばあさん1人乗ってきて、はい、高校生3人と一緒にしてバッて立ち上がって、はい、あ、3人気になったって思って3つ分もいらないんだけどね3人分どうすんだでも高校生3人も話しながら別の車両に おばあさんに譲って、おばあさん一人ポツンと座って、私ここで話したか忘れちゃったんですけど、逆にこう席を譲った時に、私そんな年じゃありませんって断られたことあります。難しいですよね、こうね、よりそっちよりだったかな。いや、あれです、あれです、あのもうそれをおばあさんに言われたのはレディファーストですって言う、はい、あ、そうだ思い出した、そうだ言ってました、そうだ言ってましたね。結びコロリね。でもあのネズミって普段見ます？職場に出たことありますね。はあ、ですか。私一度、はい、都心の駅の方でこんなにでっかいネズミ見たことあります。うん、おや？でその後ろにちいちゃいのがなんか 2,3 匹くらい続いてたんですけど、でもこんな狭いところにさーって入っていって、親子見ました、ネズミの親子見る。僕も地下鉄に乗ることが多いので、はい、まあまあ、 あの電車待ってる時にあの線路の方を見てて、うんうん、あ、動いた、あ、ネズミかってもうすぐ電車来るって思いながら。危なかったですね。で、あと職場でその、まあ、それこそ掃除してる時にあのパーテーションみたいな仕切りがあるんですけど、うんうんうん、そこからネズミがひょこって顔出してて、一瞬だけあ、かわいいって思ったんですけど、あ、違う、ネズミだって思いながら追いかけたことはありました。なんか一瞬目が合う時ありますよね一瞬目があって、あのハムスターとかとまた違うんですけど、一瞬本当にあ、かわいいってなったんですけど、でもよくよく考えたら衛生管理上まずいよなってなって、あーね、場所が場所だけにね。なんか今北条さんがネズミを追いかけてる感じをちょっと想像してしまいました、ね、一瞬追いかけて諦めて自作で罠作ってました。すごいですちょうどあのネズミ捕り的なものがなかったのでなかなかね、グロいですもんね、捕まったところ見るのも。じゃあもう粘着テープで捕まえるかっつってねー、だからこれもあの途中でつづらが出てきて、はい、おやおやみたいな、さっきも話に出ましたけど、どっかで聞いたことあるなとか思ったんですけど、やっぱりこういうパターンが日本は多いんですかね。そうですね、つづら多いですよね。つづらなんか多いなと思いましたね。つづら、重箱、かご、やっぱ日本の話だとそういったものが多いです、ね、うんうんうん、多いですよねでもやっぱりこう昔話とか民話とかこうまだまだね、たくさん山ほどありますけど、はい、あの今後いろんな話をやっていく上で、やっぱり皆さんのリクエストとか、やっぱりこう私がいつも選んでもこう偏っちゃうかなとか思うので、なんかいろんな人のリクエストもお待ちしておりますので、で皆さん何かこう覚えてる昔話とかあったりされますか？昔話読んでいないのでいけば、うん、小太りちいさんとかですかね。確かにオチ覚えてないかも、うん、改めて読んでみると面白いですね昔話はやっぱり、あと何だろう、なんか
覚えてるものとか、これ結末どんなんだったっけとかあったりしますか？カズキンちゃん何やりましたっけ？カズキンちゃんまだやってないですね、はい、まだやってない。カズキンちゃんって最後ハッピーエンドですよね。そうですね、僕知ってるのはハッピーエンドで、そうですよね、うん、あの子供向けの方と大人向けの方と、あ、なんか確かにありますね。ちょっとあれですけども、確かに昔話、あの紙芝居とかでやってるようなものとあとこう本当に本当は怖いグリムドアとかでもありそうですね。赤ずきんちゃんはあれヘンゼルとグレーテルとかはあれハッピーエンドなんでしたっけ？ヘンゼルとグレーテルはどうなんだっけ、なんか名前はすごくお菓子の家っていうのですごい覚えてるけど、あまりストーリー覚えてないんですよね。魔女までは覚えてるけど、まあそう魔女はねあれちょっと読み返して。昔話って恩返しって一つのテーマですよね。ああ確かに恩返しものは多いですね。確かに2つともそうですね。確かに他のも結構ありそうですね。そのさっきのつづらの話じゃないですけど、そうですね、オンラインコロリーも途中まではネズミの恩返しですよね、はい、そうですねそうですネズミの恩返し、最後ちょっとモグラに持ってかれちゃいましたけど、ぜひ皆さんも気になる昔話とか民話とかあったらぜひぜひご感想ご意見お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。さあそれではもう時間が迫っておりますが、ここで北条さんの漫画紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、わー、最近は昔話と絡めていましたが今回全くもって関係のないものでございます。そんな暇っていいと思いますはい、ゴールデンカムイでございます。こちらはですね、はい、日露戦争の後なので1900年前半の、北海道が舞台になるんですけれども、まあ、その日露戦争で、まあ、生き残った、まあ、主人公の兵士なんですけども、はい、その同じ戦争で亡くしてしまった友人のために、まあ、北海道に、まあ、莫大な財産が、まあ、宝物が眠っているという噂を聞きつけまして、まあ、北海道に足を踏み入れるんですけども、うん、まあ、そこで北海道特有の、まあ、ヒグマだったり、うんうんうん、まあ、この時代だったのでまだ狼とかがいるんですけども、だったりとか同じ宝物を狙う別の人間とかとのバトルを繰り広げていく漫画でございます、まあ、黄金を巡る生存競争、はい宝も狙いつつ北海道という、まあ、その当時なのでまだその開拓とかされてない時代なので、はい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 、本当にもうなんだろう、サバイバル野山でのサバイバル的な感じになるんですけども、まあ、それ生き残りもかけた戦いっていうのがあるんです。でこの漫画がですね、なんか多分1話目か2話目ぐらいでやったんですけど、この漫画がすごい大賞っていう、まあ、その、はい、漫画、まあ、今年流行りますみたいなのを選ぶ大賞があるんですけども、うんうんうん、それの男性部門で2位に入った作品になります、なので、まあ、今年旬ですね、旬の漫画でございます。気になる、はい、金は人を狂わせるね。そうなんですねー、これはまだ続いてるんでしょうか？これが今5巻まで出てまして、はい、まだまだ続いております。おお、気になるね。ヤングジャンプの方で連載してますので、はい、あ、連載中。はい、おお、じゃあ気になる人はね、ヤングジャンプで最新版も見つつ、見つつ、はい、で漫画欄に来た際はこちら読んでみてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは北条さん、何か告知ございますでしょうか？はい。所属している劇団あやかしの方で3月の10日木曜日夜7時から池袋にあります未来館大名の中にありますブックカフェというところで朗読会を行います。でそのまあ未来館大名というのが小学校を使った施設になりまして、
その、まあ、廃校になってしまった建物をもうそのまま利用して、あの地域の人たちに貸し出ししてるところなんですけども、はい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 、ありますねありますね。その中の、まあ、図書室をブックカフェとしてオープンしてまして、はい、そこのスペースで朗読会をやらせていただきます。で、入場料が無料となっておりますので、まあ、気軽に足を運んでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、私も近々のお告知はないのですが、なぎさまなみの、SNS 等でブログやっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、それでは皆さん、今日第2話のおむすびコロリいかがでしたでしょうか。さあ、今日の第1話、鶴の恩返しも YouTube でなぎさまなみの漫画ランド朗読シアターでご検索お願いいたします。さあ、それでは皆さん、また来週この時間にお会いいたしましょう。次は3月だね。暖かくなってるといいな。そうですね。それではみんな、バイバイ。